はい、皆さんこんにちは。今回は Wii のタタコンを太鼓三次郎や TJA プレイヤーさんで使う方法をご紹介していきます。今回やる方法は Wii、リモコンは使わない方法です。まず家電量販店にもあるエレコム製の Wii の端子から USB に変換する商品を買ってきます。これはパッケージにプロコン用と書かれていますが、タタコンでも使うことができます。Amazon では同じものが1000円しないで購入することができます。そしてタタコンを USB に変換するやつに取り付けます。そしてパソコンに USB を取り付けて Wii タタコンをパソコンへの接続は完了です。次にキー割り当てです。キー割り当てにはジョイートケイというソフトを使います。ジョイートケイを起動してタタコンを叩くと叩いた部分が黄色くなります。Wii タタコンの場合は、ボタン、1、2、が縁、3、4、画面になります。大体の方はドン、カは、D、F、J、K、だと思いますので、そのキーを割り当てていきます。割り当てが完了です。これで太鼓三次郎、TJA プレイヤーさんでもいい、タタコンが利用可能になります。では実際にやっていきましょう。手元のカメラはありませんが Wii のタタコンでプレイしています。このように Wii リモコンを使わずに直接 USB に変換して Wii タタコンを使うやり方でした。それではご視聴ありがとうございました。